はい、どうもこんにちは、ハルボーでございます。今日はね、またまたツーリングなんですけど、まあ、今回も、このね、99にターボ S の方と一緒に、淡路島の方に、まあ、もう一回ね、2回目ですけど、はい、これから行ってきたいと思います。で、今日はまあバーベキューをするみたいなので、まあ淡路の真ん中あたりまで行って、まあバーベキューして帰るって感じですかね、今日は。はい、で、なんかの京橋のパーキングの方であと2台ね、合流するみたいなので、僕も今日初めて知ったんですけど、2台合流するみたいなので、まあその2台含めて、今日はね、バーベキューに行きたいと思います。はい、じゃあ合流、京橋パーキングまで一気に飛ばしたいと思います。はい、ということで、京橋パーキングを、ただいま出まして、淡路のね、サービスエリアに向けて今向かっております。で、向かってるというか、まあ京橋パーキングをちょうど出たあたりで、ランボルギーニ集団というか、まあ、スーパーカー集団かと鉢合わせたというか、結構すごい、ちょっと今すごいことになってますね。まさかのね、登場というか。
からね、458の方とは、お別れして3台でね、これから CI が海月かな、はい、の方まで、向かいます。ちょうど淡路島の真ん中あたりっぽいのでそこまで向かいたいと思います。はい、ただいまね、淡路島の洲本の方ですかね、はい、洲本の東側の方の今道を走っております。もうね 4,5 分で多分目的地に到着すると思うので、はい、すごいね、海が綺麗です。もう天気がいいのもあってね、めちゃくちゃ最高のドライブ日和です。今日はじゃあもうちょっとね走って、目的地まで行きたいと思います。はい、ということで無事ね、まあ、バーベキューというか、まあ、バーベキューとはまた違いましたね。でも美味しかったですね。めちゃくちゃ量が多くてちょっと最後まで食べきれなかったんですけど、で、まあ、CI が海月を、まあ、出まして、ただいまね今から、ちょっとコーヒーを飲みにね、あの旅館の方に今向かっております。まあ、南淡路の方にねちょっと今下ってるんで、でまあそこでお茶して、まあ、ちょっと休憩して帰ろうかなっていう感じですね。今日はちょっと綺麗ですね、淡路島は。高速道路でね、淡路下ってもいいですけど、こうやって下道でね走っていくっていうのもすごい気持ちいいですね。まあ、ということでこれからね旅館に向かいたいと思います。ということでパーキングエリアから出まして、今ねエンディングというか動画の締めを取りにまた淡路のサービスエリアに来ております。今回はねこれで終了ということで、室津のパーキングエリアで、自然解散ということで解散しております。いやー楽しかったですね。はい、やっぱりツーリングはね4台くらいで行くのがねちょうど楽しいですね、やっぱりね。うん、という感じで、まあ、今日も BMW の X4 君は絶好調でしたけども、まあ、こうやってね、まあ、お昼ご飯食べに行って淡路島にね、そのまま、まあ、旅館とかに行ってお茶して帰るっていうのはねすごくいいドライブプランだなと思いますよね、やっぱりね。うん、まあ、皆さんもねぜひこういうねお昼ご飯食べて、ね、旅館にお茶しに行ってっていうのもいいんじゃないでしょうか。ということで今日は、淡路第2弾淡路島ツーリングでございました。ということで今日はこの辺で動画を終わりたいと思います。チャンネル登録とね動画の、グッドボタンの方をぜひよろしくお願いいたします。ではでは。